あるあるとは、普段よく見かけたり聞いたりするもの、または普段ついつい行ってしまうこと。よく見かけるもの、よく聞くもの、よくやってしまうことを総じてあるあるという。同意するときによく言う、よくあるあるという言葉から生まれたものと考えられる。本日やるあるあるは、小学生あるある。うーわ、ポークマンキー、ポークマンキー。小学生あるある。あははははタッチバリア。小学生あるある。ちょ、お前マジふざけんな。え、どうしたどうしたの。いや、とぼけんなよお前、お前俺の彼女誰とったんだろ。歩いて歩いてね。違う、俺見かけたって。え、何時何分、え、何秒、え、地球が何周回った時。小学生あるある。いやもうあの子ったらね、本当にどうして急にあの風に態度変わっちゃったんだろうね。よっ、小学生あるある。いや、新しい筆箱買ったんだよね。いいっしょ。いいね、このプーマめっちゃペン入ってとんの。うん、え、じゃあさ、なんかちょっと今からペン回ししたいからさ、ボールペン貸してくれ。いいよ。じゃあ青いやつ。あれ待って、ないんだけど。ない。え、待って待って、え、ない。え、ちょっと探して、探そう。小学生あるある。ここの問題分かる人いますか。はい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 。いや、もうほんと面白いよね。うんこマン。小学生あるある。ねえねえ、今日よかったら遊ばない？いいよ。まあもう何時だと思ってた。もう寒い、ほんとまだかなあいつ。小学生あるある。ねえねえ、今日あっこの公園で遊ばない？あー、歯医者がある。小学生あるある。ウォークマンには出して。ああ、わかった。はい、あ、ごめん、ちょっとリクエストして。あ、わかった。はい、これポークマンには出して。ああ、わかった。はい、お金が、わかった。はい、あ、これポークマンには出して。いや、かしいわ。小学生あるある、おしまい。